はようございます、ブヒケンです。本日が木曜日ですね。曜日の感覚がおかしくなりました。朝からとても寒いでございます。昨日夜ナイトウォーキングしたんですよ。ここね、2、3日ちょっとクーちゃんのことがあってね、いつ何があるか分かんないもんで、ずっと自宅で携帯を持ってこう待機してたんですけど、昨日病院行った段階でね、まあすごいクーちゃんのね状態も落ち着いてきて、いい感じでなってきてて、もうすぐ退院できますよなんつって言われたもんでね、もう大丈夫だろうと思って昨日夜中にちょっと歩き行ったんですけどね、いやいや革ジャン1枚じゃ寒いですよもう。歩きながらさ、いやもう1枚上羽織ってこれ終わったなと思いながら、そのぐらいの寒さだ夜は。いい季節ですね。そしてね、もう先ほどちょっとクーちゃんの病院も行ってきたんですけど、今11時半ぐらいか、今日ちょっと10時ぐらいに来てくださいって言われたもんで、あ、これ今日退院できるなぁなんて思ってたんですよ。いつもだったら夕方なんですけど、朝だったんで。ほいで、まあ病院着いたらね、すぐ看護師さんがね、こちら の診察室でお待ちくださいって言ってくれて、で待っててすぐくーちゃん連れてきてくれて、でこう、まあ甘えてきちゃって帰りたいんだろうね。もう俺んとこにこうやってグリグリくっついてきてさ、もう離れないんだよね。で、まあ俺もこうやってさ、今日帰れるかなとかってなるべく口に出さないようにしてんのよ、くーちゃんの前ではね。くーちゃんその辺敏感なんで、帰れるとか言って帰れなかったりとかするとさ、かわいそうなんでね。でね、まあこうなって院長先生が来てくださって、今日も血液検査をちょっとしたんですけど、数値はすごくやっぱりいいと。で、まああとはその酸素の部屋からももう出てるので、あとはその飲み薬だけで、これからこうもう利尿剤とかもね、ちょっと定期的に退院してからしばらくの間飲ましてくださいっていう感じで、で心臓のお薬は朝昼晩となりましたね。まあ、そういうのもちょっとね、いろいろ今日説明してもらって、で、まあ、もう一日ちょっと入院っていう形でね、飲み薬だけで対応できていけるのかどうかっていうのをね、まだ見てくださってる最中らしいので、まあ、それでもまあ言ってくださったんですけど、明日には、まあ、退院っていう形で一回ちょっとご自宅の方で様子を見てもらうっていう形になると思いますって言ってくださったんですけど、まあ、お散歩とかもね、まだちょっと当分やめといてくれと、心臓に負担がかかるのでね。そんな感じで本日も作業とは何も関係ないお話から作業に入りたいと思います。本日も誠につまらない、本当につまんないと思う。足付けしてサフ塗るだけ。まあ本日もつまらない作業になると思いますが、皆様最後まで優しい目と広い心でご視聴の方よろしくお願いいたします。できましたら高評価、グッドボタンもいただけると励みになります。そんな感じで本日も頑張ってまいります。頑張りようがねえんだよな、とりあえず足付けするか。はい、昨日ね、養生だけしといたので、でこの辺が一回錆止めが剥がれて、もう一回シャシャシャっと塗ったとこなんで、この辺も面積の広いとこ、ここだけもう一回ちょっと足付けして、で、サフを行きましょうか。これがな、なるべくここサフかけたくないんだよな。これわかる、この配線こうバコって止めるとこ、まあ、ちょっとねやっていきます。はい、サフ塗り終わりました。ちょっとこの辺と要は穴埋めたとこねはちょっとね、何回も厚塗りにしときました。これで成形してやればまあまあいいでしょう。あ、垂れちゃった。大丈夫よ、サフだからいいね。
じゃあちょっと乾くの待ちましょう。やろうか。やろうか。ああ、ちょっとだけ映しますね、後で。1ミリも外れません。参りましたね。マジ外れんわ。参ったな。参った。乾きましたね。こう光が当たるとわかる。これこの段差をねなるべく消してくってやつです。 100% 消せないけどね。でもまあもうここからよたくってるから、とりあえずまあね、うんっていう感じぐらいまではいけると思う、うん、ちょっと削ってってみるか。もう大丈夫だな。ここまず軽く当てて輪郭を浮き出させます。輪郭というのはこの凹凸のことでございますね。そしてこの高い部分、映ってねえか。これでどうですか。なんとなく映る。あの色の濃いとこと薄いところがあるでしょ。それが段差なんですよ。でそれを消してこういうふうにつなげていくわけね。ここみたいによいしょ。こういう感じで、で最初に言ってたのは軽くなこうなんていうのかな、こうなぞるとその輪郭が凹凸の輪郭が出てくるので、で分かりやすいってことですね。光を当てると分かりやすいかな。であまりにもこの凹凸がひどい時はもう一回サフ入れたりするんですけど、でもっとひどい時はパッてねピッて入れちゃったりするんだけど、もうねこの前も言ったけど、本当につるんつるんのあのなんていうのかな、ここも見せますよみたいな車だったらそれまでやると思うんですけど、まあそういう消化を作ってるつもりでオーナーさんもこれをこういろいろやるわけではないので、まあそれでもある程度はちょっとねっていう程度のことです。今やってるのはなるべく段差は消しますね。でも最初に言ったようにもうあっちこっちがもう歪んでるから、そこに合わせていろいろやってるところもあるので、もうそれはね諦めてもらいます。そういうのはなるべくこうやってちょっとなるべくねその段差を消していきます。そのためにちょっと厚めに拭いといた。うん。もともとの塗装がね垂れてるところもあるんだけど、それはその上からこういう風になっちゃうんで、なるべく消すだけ消してみるけどね、ちょっとそういうのも。まあそんなとこまで見ねえよ。誰もね。地味にやっていくしかないから。ちょっとこの辺だけやっちゃってみますね。わかりますかね、まだ凹凸みたいなのがあるのはね。待ってて。はい、こんな感じまでいってます。映るかどうかわかんないけど、ここがまだやってないとこで、その隣がここがやったとこね。うん、なるべくこういう面をつなげて、あの、よたくってるのをなるべくつなげてるんだけど、もうここが最初に言ってた、バーンって出てるとこね、こっち側へ。で、そこからもう歪みが始まって、丸い穴が開いてたので、
それに沿ってねつけたんでどうしてもこういう感じになっちゃう。厚くパテ持ってね本当に平らにするっていうこともできるんだけど、別にこんなとこねいいかなっていう感じなんで、じゃあそんな感じで今度ちょっとこの辺をやってみましょう。わかる？この凹凸がね、影でこう、ね、ちょっと待ってて。はい、こんな感じまで。光をこう当てると分かりますか？残ってますよね。それが一番低いとこなんで、これ以上深追いしちゃうと剥がれちゃうんで、その周りだけとかが。常か、こういうの、こういうの。で、私が直したとこ以外にそういうのがいっぱいあるね、やっぱり。もともとのね、地肌の、地肌っていうか、白色の凹凸だよね。で、この辺は垂れて、白いやつが垂れてたので、それがこっちまで来ちゃったんで、それを全部消すとこうなっちゃう。地肌が出ない限りはね、いいんですけどね。で、こっから下はまあ別に、単なる足付けで十分なので、とにかくこの辺、これはもともとあるへこみみたいなのだから、そこまで気にしないあれでいけると思う。なんとなくね、まあこんなもんだな。このぐらいだったらまあ、もともとこんなんですからね。こんな、これが、このぐらいには、までにはいけるという話。あ、ここ地肌、出てないか、ギリギリか。そう。地肌が出ちゃうとまた錆止めからやり直しなんですよ。よし。今日はこれぐらいにしとこうか。地味に時間がかかるやつばっかしで、面白くもなんともない動画ですが、頑張っております。皆様。明日、くーちゃん、帰ってくるかな？明日。